んにちは。ジャニーズタレントは歌って踊れるだけではなく、さまざまな才能を発揮されています。今回はそんな才能あふれるジャニーズの方々を紹介します。まずは国民的アイドルとして一時代を築いた日本屈指のスター木村拓哉さんです。2016年8月14日に解散した男性アイドルグループ SMAP の元メンバーです。1991年に SMAP のメンバーとして CD デビューし、甘く端正なルックスとクールさの中にお茶目ぶりを垣間見せる言動で数多くの女性ファンを虜にしてきました。2008年までアンアンの好きな男ランキングで15年連続の意地をキープするなど、前代未聞の伝説を築き上げたことでも知られています。そんな木村拓哉さんはアイドルの他、俳優としてテレビドラマや映画でも大活躍しています。ステージでは歌にダンス、ギターでの弾き語りを披露し、バラエティ番組ではコントに、料理とマルチな才能を発揮してきました。毎年年始に放送される明石家さんまさんと共演するバラエティ番組ではスキューバダイビングにも挑戦していました。いくつになっても挑戦し続け、何でも器用にこなす木村拓哉さんにスーパースターとしての資質を疑う人はいません。続いて V6 の最年少メンバーとして26年もの長きにわたり活動された岡田准一さんです。残念ながら両グループとも2021年11月をもって解散してしまいましたが、すでに俳優として大成していた岡田准一さんは俳優業にますます邁進しています。岡田准一さんはアクション俳優としての実力も相当なもので、ほとんどのアクションシーンをスタントなしで行っています。人気漫画を実写化した映画ザ・ファブルでは世界基準のアクションシーンを披露しています。本作では岡田准一さん自らアクション制作にも携わったり、他の共演者に指導をしていたため現場では岡田師範と呼ばれていたそうです。総合格闘技のシュート、フィリピンの武術であるカリシラット、ブルースリーがやっていたことで知られるギリ剣道、3つの師範の免許を持っています。複数の武術のインストラクター認定を取得できる岡田准一さんの身体能力の高さに驚かされます。嵐のリーダーでおっとりとした見た目の大野智さんは絵画や書道、釣りを得意としています。絵画は独特な世界観と芸術センスで専門家も絶賛するほどです。個展を開くほどの実力の持ち主です。書道は4段を持ち、番組内で披露した時には大野さんの書道めっちゃうまかった、本当に天才、大野くんの字とっても素敵とネットでも話題になっていました。さらには船の免許を取得するほどの釣り好きです。カジキ釣りを目指し道具を揃えていました。演技、歌、ダンスもとても上手と評されており、大野智さんの多彩さはそのおっとりとした見た目からは想像できないほどです。30年にも及ぶ長いキャリアも誇るキンキキッズの堂本剛さんはとても多彩な才能があることで知られています。歌のうまさはもちろんですが、歌詞や絵を描く才能にもあふれ天才との呼び声も高い存在です。堂本剛さんの絵やイラストはどことなく愛嬌のある味わい深いタッチが魅力的で、親しみやすさや愛らしさがあり、堂本剛さんの地元奈良県奈良市の母子手帳のデザインに採用されています。また堂本剛さんはキンキキッズの活動と並行しソロ活動やソロプロジェクトエンドレチリとしても活躍しています。エンドレチリテの独特な世界観の楽曲は好評であり、後輩ジャニーズにも多くのファンが存在します。過換気症候群、パニック障害、突発性難聴などの病を患ってきた堂本剛さん、以前ラジオで痛みとか苦しみと向き合って生活している人たちに、少しでも大丈夫だからねって言ってあげたいなと思って、それが僕が音楽を作る一番の理由と言っていました。痛みを知っている堂本剛さんだからこその歌詞や繊細な表現がされているのではないでしょうか。甘えん坊で可愛い弟キャラのキングプリンスの高橋海人さんは実は多彩で、ダンスや絵、
料理などが得意だと言われています。保育園の年長の時からダンスを習い始め、実際の時には高橋海人さんが所属していたダンスグループ F4 は芸王グランプリダンスコンテストで優勝しています。その他にも様々な地方大会や全国大会で最優秀賞、優勝、準優勝など多数受賞しています。また驚くことに少女漫画家としてもデビューしています。2019年、小学館の月刊誌別コミ5月号に14ページの読み切り少女漫画僕のスーパーラブストーリー王子と男子は神一重が掲載されました。2021年にキングプリンスが24時間テレビのメインパーソナリティを務めた時にはチャリ T シャツをデザインし、売り切れが続出するほど大人気でした。歌やダンスも上手で、さらにダンスやエア料理もプロが絶賛するほどの多才ぶりです。高身長で甘い顔立ち、さらに演技力の高さも魅力の平成ジャンプ中島裕翔さん。平成ジャンプ中島裕翔さんといえば英語がペラペラなことでも知られています。2019年に放送されたテレビ番組まるごとスターウォーSでは英語でインタビューを行っていました。そんな英語が得意な中島裕翔さんですが、実は全て独学だそうです。メンバーの影響で興味を持ち、3年ほどの独学によりスラスラと話せるようになったのだそうです。将来は海外でのお仕事もしたいと夢を語ったこともあり、その夢のために努力をしてきたそうです。中島裕翔さんは多趣味でも知られており、カメラ男子として雑誌に登場したり、メンバーを撮影する連載を持っていたりと、カメラは趣味の域を超えています。またドラムとタップが得意で、ジュニアの頃から披露しており、そのリズム感のセンスは折り紙付きです。太鼓の達人対決をした際、関ジャニ∞の大倉忠義さんはその腕前に驚き、基礎がしっかりしてると評していました。趣味の乗馬やカメラやドラムのいずれもプロ級の腕前です。ジャニーズ WEST 桐山明人さんは歌がとても上手で、ダンスではアクロバットもできます。また関西出身ということもあり、軽快なトークでボケ、ツッコミ、MC、食リポ、体当たりロケなどをオールマイティにこなしています。桐山明人さんの DIY の腕前はプロ級で、以前出演した番組内で自宅を公開し、自らリフォームしたというトイレのタンクを隠すおしゃれな棚や DIY 作業台など見事な腕前を披露していました。何でも器用にこなすと評判の桐山明人さんは数々の資格を取得しています。ダイビングではインストラクターと一緒にダイバーをアシストできるダイブマスターの資格を持っています。また独楽免許に挑戦した時には師匠から千年に一人の逸材と言われるほどのセンスを見せていました。さらに小型船舶操縦士1級、高所作業者使用資格などたくさんの資格やスキルを持っています。とてもセンスがあり、何でも器用にこなす桐山明人さんはまさに才能の輝く人です。高い演技力が人気の嵐の二宮和也さん、2006年の硫黄島からの手紙でハリウッド作品出演も飾り、アメリカのニュースチャンネル CNN のまだ世界的に名前が知られていないが演技力のある日本の俳優7人の一人としても選ばれています。その後2015年の母と暮らせばで日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞を受賞しました。共演した俳優は直前までゲームしているのに本番になると完璧に演じる天才と話していました。そんな二宮和也さんですが、演技だけでなく作詞作曲、ピアノ、ギター、マジックなど器用にこなし、その腕前は素晴らしいと言われています。コンサートのソロ曲ではピアノやギターの弾き語りを披露したり、バラエティ番組でオリジナルのマジックを披露したりと、その多才ぶりはまさに天才です。ストーンズ松村北斗さんはドラマや CM で流暢な英語を披露し、ドラマで共演していた帰国子女の上白石萌音さんからも発音が綺麗と褒められていました。
英会話はストーンズで唯一英語が話せるジェシーさんから教えてもらったり、外国の友人と話したりしながら習得されたそうです。そんな努力家の松村北斗さんは料理や空手も得意です。番組内で料理を披露した時には、共演者の方々が口々に美味しいと言っていました。空手は小学校から習っており、最終的には初段で黒帯の保持者にまでなりました。努力家の松村北斗さんは何事にも一生懸命に取り組んで習得し極めているようです。皆さん楽しみながらも努力し、才能を開花させている様子が伝わってきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。